おはようございます。小林食品の渡辺です。今日も元気に削っていきます。今日は圧搾サバ薄削りの破砕品です。主に佃煮として使われます。特に注意するポイントは花の腰です。主に佃煮として使われますので、佃煮にする際花が崩れないようにしっかりとした腰がある削りを作っていくことが大切です。今日使用する原料は国産の圧搾サバです。硬さもしっかりとあるので腰のある花が削れそうです。次に花の厚みを確認していきます。狙う厚みは60ミクロンです。60ミクロンぴったりです。粉っぽくなく腰のある花が削れています。次に水分の確認をしていきます。16% ぐらいに仕上がっています。ちょうどいい水分です。最後に花の形状を確認していきます。破砕の大きさもしっかりとあり、握っても崩れないようなコシのある破砕に仕上がっています。小林食品は絶賛稼働中です。ありがとうございました。